四日市スターアイランドは近鉄四日市駅前三重県四日市市諏訪栄町にあった商業施設である若者向け情報発信基地を目標に1988年11月18日に開業した2020年2月末日にて運営元の近鉄百貨店が撤退した開業時は1階をヤングエレガンスファッション2階をデザイナーキャラクターファッション 3階をカジュアルファッション、4階を雑貨のフロアとした。1982年から近畿日本鉄道が近鉄四日市駅前で進めている整備事業の最後の仕上げとして自社の所有する映画館跡地と四日市駅前ビルを合わせて建設された。1987年8月に公表された情報では施設箇所はスターアイランド都市。 鉄筋コンクリート5階建ての4階市最大のファッションビルになるとされた。1988年11月18日に当初の予定通り、開業、正面入り口を全面ガラス張りとし、近畿地方発のスパイラルエスカレーターを導入するなど、若者を意識した商業施設とした。スパイラルエスカレーターは三菱電機稲沢製作所で製造された。2010年に、 伊勢美少女図鑑が創刊された際、モデル登録会がスターアイランドで行われた。開業後、周辺の商業施設との競争激化に伴い、空き店舗が増加、年商も約8億円に落ち込み、2012年4月5日に、近鉄百貨店は約2億8千万円かけて改装することを発表した。そして同年5月25日に新規出店7店舗を、 迎えて、リニューアルオープンした。これに合わせて、フォークデューを歌丸を迎えて、翌5月26日に、FM30 の公開録音が行われた。2019年9月、スターアイランドを運営している、近鉄百貨店が、建物の賃貸借契約の切れる2020年2月末日をもって、撤退することが判明した。近鉄百貨店撤退後について、土地、 建物を保有する近鉄不動産は未定としていたが4月20日に解体工事が開始された。四日市市は跡地に図書館の建設を予定しているが交渉相手で計画に関わる近鉄グループホールディングスの了解が得られなかったため2020年9月24日に予定していた8月定例市議会での図書館基本計画策定費の追加提案を見送った。周辺は ふれあいモール、商店街などが立ち並ぶ、四日市の中心市街地である。駅前ということもあり、人通りの多い位置に立地している。ありがとうございます。